というわけで、モンスト動画のお時間でございますが、近況報告としましては、これね、クエストで、追憶の書庫に、滝夜叉が出たじゃないですか。それで、僕、滝夜叉をね、育てることに、専念してまして、一体、運極作りました。で、もう一体作って、ワクワクの実をつけようと思ってる最中で、これが25まで、来てます。年内に行けたらいいかなくらいのペースでやれればなと思ってます。で、今日は何の動画かと言いますと、これね、これがレベル4になったですよ。モンタマガチャで卑弥呼も出るようになりましたので、一応卑弥呼は持ってるんですけれども、もう一体出てもいいかなっていう感じなので、とりあえず星5は確定なので、これ楽しみですね。さあ来い。さあ、嘘でしょ。というわけでメンテナンス終了しまして、もう朝の4時半になっちゃいました。やっときます。ちょっと受け取っておきましょう。で、メンテナンス終了直後ということで、もしかしたら設定が甘くなってガチャのいいキャラも出るんじゃないかという期待を込めつつ行きましょう。せーの、ポチッと。はいはいはい、いけ星5、星5は絶対出る。来い。何が出んの？何が来てくれんの？おー、当たりだよね、これ。結構欲しかったやつ。これで動かせるの初めて知ったかもしれない。顔にはめてみようっと。